はい、皆さんこんばんは、みなつです。スーパーファミコンファイアーグラム紋章の謎暗黒戦争編のパート38ですね。やっていきましょう。アイテム整理の途中からですね。はい、バストと豆腐さんいらっしゃい。で、少々お待ちくださいね。いつものパートの番号がずれていた。はい、では、アイテム整理の追記からやっていこう。で、これ、ボルガノンの所作、強いけど重いな。で、命中がちょっと低いっていうのかな、難点だな。まあ、とりあえずいいか。で、君に渡そう、残りの3。ボルガノンは重さがね、そう、重さがね、ちょっとね。まあ、当時に持たせるにしてはだいぶ重いよな。あと、特に持たせてるやついないよな。僕は使いませんでした。わら。なんかあまり使い道がなさそうな気がするよね。こんなとこか。セーブして。12か。あと4人か。宮崎の魔法少ないの多いからエルファイアくらいで足りるし。はい、5個目さんいらっしゃい。そうなんだよね。自分もそうだけど、魔法がそんなに高いやついないよね。魔導士系じゃないと。さーて、誰出すよ。ジュリアン、か。まあ、レナ、マリックはいいとして、あと、リンダか。もうちょっと上げときたいなぁ。で、ジュリアンか、ウェンデルか、ハーディーか。回復補助だったらウェンデルがいいんだけど。あ、ジュリアンもな、盗賊いるところでなんとか倒したいな。はい、サムさんいらっしゃい。こんばんは。どうしようかな。でも遠隔勢が結構いるよな。ダメージ結構覚悟しなきゃダメかな。ちょっと回復優先の方がいいか。となるとジュリアンがまた。ポケモンされるが。どうしよう。マリック、レナ、リンダの誰かが司祭になってくれりゃ回復補助もできていいんだけど。回復補助か、攻撃補助か。てか、あれか、マリックが司祭になればいいのか。だったらナーベンドリーいらないんだけど。レナ一人で足りるかなぁ。砦があるとはいえ、
ウェンゼルじいちゃんだからな。そう、ウェンゼルじいちゃんだからな。僕はミネルヴァを使っていた記憶。使わないんだよな。はい、8個目さんもいらっしゃい。そうか、ミネルヴァか。そうって、ミネルヴァ使えばこの外側から、ガーッと、こいつらを襲いに行けるのか？ミネルヴァ美人だしな。だね。ただ、こいつも上級職だから、育たないよね。あまり。初期能力は結構高い。高いのか？わからない。まあね、システム的にしょうがないね。そうなんだよね。どうせミネルヴァとか使うんだったら、その、レベルアップ時の能力上昇の確率が上がるっていうアイテムを手に入れてからにしたいよな。あー、ジュリアンか、ウェンデルか。ハーディはもういいや。結構後半だぞ。そう、もう後半なんだよね。てか、中盤か。中盤の中盤か。ちょうど折り返しだからね。あ、そう、手に入るアイテムなのか。どうしよっかなぁ。そうそう、まあ闘技銃あるからなんとでもなるけど。ウェンデルにしとこう。ここは安全策でいこう。お？お？お前は中に入るのか。ジオル陛下。とうとう同盟軍がやってきました。同盟軍だと？バカ者。なぜ反乱軍と言わぬ？は、申し訳ありません。この頃はみんな同盟軍と呼ぶものですから、つい。バカ者を、奴らを寄せ集めの反乱軍なんだ。恐れることはない。しかし、あの小僧が生きて帰ってくるとはな。それも炎の紋章を得て、全軍を率いると。いずれにしても、このままではまずい。ドルーア帝国に援軍は要請したのか。は、まもなくペガサス騎士の一個部隊が来る予定です。ペガサス騎士だと？そんなもので奴らが倒せるか？神の黒騎士団か、ミシェイルの竜騎士団をよこせと言え。クソ、わしにだけこんな目に合わせおって。コーネリアスを裏切るように仕向けたのはあのガーネフなのだぞ。わしはまだ死にたくないのだ。わかっておるのか？おい！はぁ、あ。呆れられてるじゃねえか、部下に。え、これマルスの位置やばくね？あ、ここ移動できないんか。機能的じゃないよな。そうね、なんかどういう意図で作られてんのかは、よくわからんね。一応ここが多分も、大変だな。物見やぐらだよな。ね、大変だよね。なんだろう、まさに老害って感じだな。あ、その勇者。この勇者？それとも、こっちの勇者？あれ？こいつ、こいつ名前やりじゃねえか、気づいてなかったけど。こいつ仲間なるやつか。あれ？名前やりだった。他いないよな。誰のお友達なんでしょ？誰のお友達かね、出してる中にいたらいいんだけど。初見じゃその辺わかんねえよ。他いないよな、名前あり。ヒントいる？まあ、適当にぶつけてみますよ。ただ勇者だからな、下手に。あ、こいつら、突っ込んでくんのか。
とりあえず全員、川渡ってくるからな。川渡ってくるから、とりあえず全軍交代だな。まずこのスナイパーから逃げなければ。アストリアいたんだっけか。アストリアいましたね、ここに。リメイクだとここで出てくる。リメイクだとここで出てくる。誰が？誰が出てくる？ちなみにここまででヒントはあったよ。アストリア。あれ、アストリアの名前出てたんだっけ？上級がいないとここ大変なのよね。川が渡れなくて。あれ？これ、川渡れないとどうなんの？あ、こっちから回っていかなきゃいけないの？もしかして。うわぁ、それはちょっとめんどくせえな。いくらなんでも。あー、あれ？こいつらナイトだと。羽橋下ろし方法もある。あ、これ羽橋なの？あ、羽橋だった。あ、じゃあどっかにスイッチがあるのか。どこだ。羽橋の鍵。いや、鍵。鍵？あ、扉の鍵でってこと？そういえば扉の鍵補充してないや。まあ、いっか。羽橋の鍵っていうアイテムがある。あ、あるの？あ、そういえばこいつらも突っ込んでくるんか。羽橋の鍵だよ。羽橋の鍵に、誰かが持ってんのか？あ、村手もらえんのか。そうか、こいつらも。ねえ。あれ？ここミネルヴァ出さなきゃダメなんじゃね？こいつら仲間にすんの多分ミネルヴァだろう。シーダとかでいけんのかな？マルスでもいける？ちょっとわからんなぁ。とりあえず、こいつらからも離さなきゃいけない。離した上で、こいつの射程から逃げる。面識あるのかな？どうかな？面識があるのかがわからん。で、リセット縛り？いや、特に縛ってはないですね。ただ、ステージの後半になって何かがあった場合は考えます。それをリセットするか続けるか。で、リカードは、そうですね。で、リカードは、もうほんとね、あと、もうちょっとで、そのステージが終わるっていうところで死んじゃって、どうしようかってなって、じゃあ、ジュリアンいるし、という、と思って、リセットしなかったですね。リカードね。あれはちょっと不幸な事故だったよ。宝狙った後村に来んのかな。あん？攻めてこないだろ。あ、しかも、ちゃっかり。あれ？あれ？あ、そっか。ここダメだったんか。で、攻撃してこなかったな。あ、説得できない。説得できない。
やっぱミネルヴァ出さなきゃダメか。出さなきゃダメっぽいな。他。他面識ありそうなやついねえしな。あー、じゃあミネルヴァ出さなきゃ。ミネルヴァ出すけど。ミネルヴァ出さなきゃダメな。まあ、とりあえず総当たりで話しかけてみて。ダメなら。仲間は全員回収するスタイル？可能な限りしたいなっていう感じですね。そこもあまり強くは求めてないんですが。まあ、この辺関係ないな。やっぱミネルヴァだよな。ミネルヴァだよな、きっとな。面識があるのは多分ミネルヴァだけだしな。もともとこいつら敵だし。マルスで説得できるかなと思ったんだけど、できなかったか。じゃ、とりあえず一旦消そう。一旦消そう。なんか久しぶりにタイトル画面見たよ。アストリアも検討した方がいいんじゃね？ああ、そうかそうか。アストリアどうすんの？アストリアどうすんだろうね。アストリアは、ちょっと待ってね。アストリア。なんだっけ、今まで出てきたんだよね、なんか話が。あれ？ミディアか。ちなみに倒してみると答えがわかるかも。ミディアかな。なんか言ってたような気がする、前のステージで。ちょっとさ、動画見ていい？自分の。なんかね。羽出しの鍵も持っておいた方がいいかな。羽出しの鍵とか、え？持ってたっけ？手に入れてる？試しにエクスカリバーの餌食にでも。そうね、ちょっと倒してもいいかもね。羽出しの鍵とか持ってないね。ないね、持ってないね。どっかで手に入れれたのか？なかったね。なかったね。じゃあちょっくら勇者を倒しに、誰で？ミネルヴァで行ける？ちょっと待って。こいつ出すならアイテム整理しとかないと。オーラとエクスカリバー当てれば1コロよ。渡れるの？あいつらって。渡れた。鍵ないか。鍵持ってないね。持ってなかったね。手に入れた記憶もなかったしな。上級だけよ、川渡れるのは。うん、だよね。盗賊ってはね、場所を下ろせなかったっけ？どうなんだろうね、できんのかな。それも含めてちょっとこいつ出してみるか。じゃ、これでセーブしといて、とりあえず倒せそうな、奴らを、出そうか。あ、あとこいつも一応渡れんのか？上級職だから。で、
なんかね、こいつがなんか名前言ってたような気がするから、こいつもちょっと渡しとこうか。こいつ。こいつを出す。ああ、マリアでも説得できる。まあ、ネルバいたらそっちで十分だよな。別こいつらだけでいない。あれ？ミルにしたもんね。マリアってなんとなく影薄いよな。薄いね。ああ、飛ばすの忘れた。間違えた。はい、選んでたが。その、増援で来るペガスス騎士団にもう一人の妹がいるのか。妹か知らんか。とりあえず、こいつで行ってみて。あ、跳ね橋できる。マジか。盗賊すげえな。ただ、こいつ倒さないと、こいつのとこに行けないんだな。まあ、とりあえずこいつで行こうか。どうせ消すしな。会話出るかな？あ、出る。すまぬ。これも愛する者のため、許せよ。だけか。強えな。さすがに。そしてこれいけないんじゃねえか。あ、いけなくなった。見えれば、行く場所を間違えたな。手ありで倒せる？エクスカリバーでとどめだ。届かないんだよな。届かないんだよな。17。当たれば倒せる。あー、そっか、オーラは届くか。よし、倒した。さあ、名前を呼ぶんだ。ミディアな気がするけど、違うかな。あー、力技こう、力もったいねえ。こんなところでシーダが力なんで。やっぱミディアか。ミディアね。了解了解。やっぱミディアか。正解。合ってたね。そしたら結構あれだな。誰を抜かすかを考えないとな。あ、ミネルヴァ、説得できるか確認してないけど。まあ、そっちはいいか。これからは殺して確認取るパワープレイでいこう。そうね、近くにいればね、それができるんだけどね。遠くの方にいるやつはなかなか難しいよね。そうすると、確実なのは、跳ね橋用にジュリアンと、あと説得用にミネルヴァと、あれ？ワープを使ってなんか何でも殺すまい。そうか、そういう手もあるな。確かに。ちょっと待って、ミディアの装備整えてなかった。あれセーブしてなかったか。そうか、ワープというチート魔法があったね。さあ、あと9人。レナは必須だろ？で、リンダも入れるだろ？大体のやつは殺せばっちを割るからな。
そうだね。ちょっと強引だけどね。終了まであと5分になりました。あと7か。あ、銅はいるな。あと、カシムとゴードンもレベルを上げたいから。じゃ、この6人の中から、あと4人かな。そしたら。レンゲルを外すことになっちゃうな、そしたら。この中で一番の戦力はシーダなんだよな。こいつ、かなり優秀に育ってくれたから。おじいちゃんは休ませてあげて。ね。おじいちゃんはね。だからシーダあれか。あやさんが今乾燥してるから、こいつレベル上げるとき、ナイトになった方がいいのかな。今後。なんかそんな、そんなことを言ってたような。あれだよね、ナイトで、速さが20じゃなければ大丈夫。見た方がいいね。うん。どうしようかなぁ。魔法はちょっと捨てがたいからマリコは入れようか。あと3人だ。どうしようかなぁ。傭兵はなぁ、やっぱり入れたいかなぁ。終了まであと3分になりました。しかしこのシーザー、力成長してるな。そう、なんかね、すごいね、ムキムキなお嬢様になってますね。かなり優秀に育ってます。マルス負けそう。え、マルス負けてるよ。負けるうん、負ける負ける。普通に負ける。普通にね、普通にやられると思う。レベルの差はあれど、能力の違いがね、すごい。ちょっとシーダ、お留守番してもらうかな。今回。助けてマルス様、ガルダの海賊がどこにいるの。あったね、そんなのね、最初のやつ。鬼嫁。鬼嫁だね。68個目さんいらっしゃい、こんばんは。よし。行こう。見ない。見なかったらこいつ移動するだけか。あ、一応、上を通るね。そしたら、こいつはとりあえず置いといて、こいつここで終了まであと1分になりました。よし、ターン終了しよう。で、次枠ですね。あ、こいつ金の弓とか持ってんの？見てなかったぞ。ここは。
怖えー、こいつ怖えー。はい、次枠いきまーす。